ある小川に小石が住んでいました小石は独り言をつぶやきました自分の思い通りに動けるようになりたいなしかしなかなかその場から動くことはできませんでした 神様、心からお祈りします。どうか私を水の外に出させてください。小石は毎日、毎月、この一つの願いを祈り続けました。ついにこの小石の切なる願いが叶えられる日が来ました。川に大きな堤防が作られ、すべての水をせき止めたため、川幅が狭くなったのです。は、まあ、どれだけ長い間、この日を待ち望んでいたことか。 しかし、この喜びもほんの数年で終わりました。暑い夏の日差しと、冬の冷たい風で疲れ果てていたからです。そんなある年の冬のことでした。ある少年がこの小石を拾い上げてくれました。しかし、その小石を待っていたのは、喜びではなく、苦痛でした。少年はこの小石を牛の餌を煮込んだ後、その火の中に放り入れたのです。 小石は気がつくと、少年の懐の中にいました。その時になってやっと小石は気づきました。貧しい家の少年が、学校まで数キロの道を歩きながら、凍った手や耳を、その小石で温めていることを。良いことだけど、毎日火の中に入れられたらどうしよう。数日後のことでした。その日は、学校のストーブに火がついていませんでした。 少年の隣に座った少女が指先がかじかんで鉛筆が握れないと泣きそうな声で言いましたその時少年が小石を手渡しました小石にとって心温まる瞬間でしたしかしそれもつかの間少女,、ね、少女は冷めてしまった小石を道端に投げ捨ててしまいましたもう泣く力もない神様に祈る面目もないし その日から小石は道端を転がりながら過ごすことになりました。子供たちが小石を投げて遊び空中を大きく飛んでいった翌日のことでした。ある人が小石をコンコン蹴って歩きました。郵便受けの下まで来た小石は強く蹴られてまた飛んでいきました。目を開けてみるとそこは下水口でした。帰らせてもう一度僕の故郷に帰りたいよ。どれくらい眠っていたのでしょうか。 小石は詩人のような人が通り過ぎながらこう言うのを聞きました下水溝の上にも星が出るんだなこの日から小石は明日への希望を捨てませんでしたついに小石は下水溝を掃除するおじさんのシャベルに救われ地上に出てきその日は雪が降っていました小石は泣きながら祈りました 神様、感謝いたします。私を御心のままにしてくださいと。神様の民は神様の真理のうちにいるとき、美しいと思います。私たちは神様の御心どおりに生活するのが最も恵み深い生活だということをお伝えしたかったのです。ヨハネによる福音書10章を開いてください。10章1節です。 はっきり言っておく羊の囲いに入るのに門を通らないで他のところを乗り越えてくるものは盗人であり強盗である門から入る者が羊飼いである門番は羊飼いには門を開き羊はその声を聞き分ける羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す自分の羊を全て連れ出すとどうしますか先頭に立っていくと言いました羊はその声を知っているのでついていく。 しかし他の者には決してついていかず逃げ去る他の者たちの声を知らないからであるイエス様は神様の羊の群れは神様の声を知っており神様の御心と神様の行いと神様の道についていくことになるということをヨハネによる福音書十章の羊と羊飼いの例えを通して私たちに教えてくださいました。 救いが近づいたこの時代には神様の御声を正しく知り見極めて信仰生活をするべきだと思います。